こんにちは、ジョンゴです。今回は、将棋をですね、やっていってみようと思います。ということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。お前がこっちだ。相手見つかりましたね。対局開始。さて、相手は、なるほど、そっちから来る。どうするか、とりあえず角を動けるようにしまして、角で一旦ガード、端っこつついてくる。これはどうすればいいんだ？これはどうすればいいんだろう。ちょっとわかんない。でも端に守りを寄せとくか。で角のトレードを申し込んできたが、まあ、ちょっとこれはトレードされたくないような気がするので、上に動かしておきますか。トレード拒否しつつ、ちょっと左に戦力が集まってるような気がするので、左に戦力を集めていこうか。やってること合ってるかどうかよくわかんないけど。おっと、四間飛車。じゃあそしたら、まあ王様タマちゃんね、右の方に逃がしていこうか。タマちゃんは、右へお帰りと。まあこの辺まで畳の囲いね、できましたと。さあ次どうしようか。まあ相手も角の前をガードしてるので、ここ進めちゃってもいいような気がするな。トビさんが移動してることもあり、ここ一旦突っ切ってみよう。どうなるかはよく分かってないけどね。さあこれどうしようか。まあバックする、根元までバックする。まあまあ2段目でいいか、ちょっとわかんない。これ時間使ってもなんか、時間使って答えが出る話でもなさそうな気がするので、ここからどうしようか。ここからどうしようか、ちょっとわかんない。何していいか分かんなくなっちゃった。はい。そうね、どうしよう。まあまあまあ、じゃあ真ん中ちょっと、それ以上進まれないようにしておきましょうか。で、こっちは手札にポが1枚。相手は手札はないのか。まあ、ただポが使える場所は結構限定されてるので、まあどうなのかな。端っこつついてくる。まあこれ端っこは一応こちらもね、それ以上進まれないようにしときますか。でだ、これは狙われてるな。どうするべき？ちょっとわかんない。ずれて大丈夫？ずれとけば大丈夫か？まあずれておきましょうか。さあ銀が出てくる。こっちも一回つついてみるか。で取る取る。ポでまた追い返す。いや、それはそうか。まあ下がるぐらいなのか、やっぱり元の位置しかないか。まあ元の位置に戻りましょう。で、そっち側から前進してくる。そうね、一回角をぶつけてみる。いやでもトレードしない方がいいのかわからんな。どうなんだろう。7分。いやちょっとわかんない。何を仕掛けていいかがよくわかんなくなってるな。
いやちょっと何していいかが分かんなくなってる。分かんないな。ちょっとトレードするならっていうか引っ込んでくれないかな。引っ込んではくれない。そっち来た。引っ込んでくれないのか。いやおかしかったかな。ちょっとここでここで交換する。おかしなことやってるような気もするけど。あ、そっち避けるか。あー、そうか、それでも入れないのか。ちょっとわかんないそうですか。あ、そうだね、入れないんだね。あ、やばい、時間がない。これさ、おかしいかもしれんが、ここに置いて次裏返してトビさんで取るんだったら突っ込める。あ、トレードしてくるか。さすがに、さすがにそこはトレードしてくるよな。で取られる。どうしよう、ちょっとなんかまずいか。5分。あれ、ちょっと待って、わかんない。でも金と こいつらの間に来られるのは嫌だよな。横に寄るべき？いや、よくわかんないけど、まずい。全然わかんないけど、とにかく時間はなくなっていくからね。さてさて、おっと、そっち行く。これ角でどっか殴れないかって思うけど、わかんないんだよな。いやー、ちょっとダメだ、わからんどうすればいい。ここでつついてくる。取る。それはなんだ。これこの状態でほっとくと、いやでもなんかしてくるだろうな。続けて何してくる。ここでつついてきたら銀下がるべき。下がったらでも取られちゃうか。うん、角。ああ、そうか、ちょっバカたれ。ああ、いや待て待て待て、どうする。これこっちか。まあでもどっちしろトビさん取られるんだろうけど、まあちょっとこれで、これで、まあトビさん取られたら金で取り返して、まあ角と交換だったらね、そこまでじゃないから、その後また銀を取れるよということでやっていってみようか。で角をぶつけ合うんだったら別に追消滅するだけだから、まあよしとしましょう。まあよくはないんだろうけど。あ、そっち、まあ金で取る。さあ、まあでもこれならそっち、
え、いや、まあこれは取るよな。ああ。いやー。まあでも上げらんないよね。どこに行くか、上げらんないとしたらどこに行くのって話だけど。あ、でも銀取られるっていう可能性もあるからこっちに逃げるのか。多分これなら金取るよね。で、金取ったらタマちゃんで、タマちゃんで角キャッチ。金に、あ、取らない。ほえー、どういうことなの？これはでもこっち行く。はー。いや、まあ避けたい、避けたいね。ここまでしてこないなら、ここまで取ってこないなら避けたいですが、これ角ゲットできたら悪くないんじゃない？3分。まあ一回はっきり角折っとくか。3分になっちゃったし、3分になっちゃったから一回はっきり角折っといて、まあこっち取るか。うわー、ちょっと待って、わかんない。ちょっとバック。あ、まずい、これなんか動き悪くなってんな。時間もない。時間もない。2分30秒。ちょっと待って、わかんない。ちょっと待ってくれ、それはわからん。とりあえずポはポで受け止めていく。ポはポで受け止めていく。さあ、時間がないから気をつけたい。でも角2枚になったから、このバッファローマン状態は有利なんじゃないのって思っちゃうけどね。このバッファローマン状態をなんとか維持してというか、まあ維持っていうか、まあ、このバッファローマン状態を生かして、角でガンガンついていきたいわけなんだが、角でガンガンついていきたいわけなんだが、ちょっと待って、わかんない。なんか狙いがあるのか、なんか狙いがあるのか、いや、ないような気もする。ちょ、こっち取る。さあ、次飛び込んで裏返るよって、行ってみましょう。タマちゃんがね、あの、しかも当たるからね、飛び込んで裏返ったら。飛び込んで裏返ったらタマちゃんに当たってるから。そう、これ先にドラゴン。先にドラゴン、金で守る。2分。あ、やべえ、2分ちょっとわかんない。一回これ取ろう。一回取る。さあ、それはちょっと待って、これもわかんない。あ、バックした。なるほど、バックした。あ、やべえ、ちょっとわかんない。ちょっとわかんないけど、っていうかバッファローマンを生かしたいのに全然バッファローマンが生かせてないな。うわ、ちょっと待って、1分30秒。1分。ちょ、タマちゃんの守りが硬すぎない？ちょっと待って、ちょっと待って。うおー。あれ？ちょ、わかんない。やばい、時間がない。角をどこに置くかだな。角をどこに置くか。ちょっと待って、まずはこいつを殴っておいて、あ、でも金の方で取るか。金の方で取られちゃうか。しまった。あ、ちょっとそれはよくわからん。こっち取るわ。これも取って、
なんかないの。ちょっと待って、なんかありそうな気もする。なんもないの。あるでしょ、なんか。でダメだ、ちょっと時間がない、わからん。一旦ドラゴン、一旦ドラゴン。いや、ちょマジでわかんない。タマちゃん攻撃、これちょっと待って、取られないようにしとく。角が使い、ちょっとどこかに角使いたいのに角使えるところがわからん。ちょっと待って、ちょっと待って、一回ここ開けて自分で角を使える位置を作りたい。角で殴りたい。あー、ちょっと待って、先に角を。ちょっと全然わからん全然わからん。ちょっと待って、30秒。ちょっと角でなんとか。やばい、時間がない、全然わからん。助けてくれ。ちょい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 、30秒しかない、30秒しかない。あ、やべえ、わかんねえいや、わかんない、20秒しかない。ただこれで取るは無理でしょ、タマちゃんが避ける。20秒。これ取って、あー、しまった、ちょっと待って、逃げないで、逃げないで。いや、ちょっと待って、逃げないでほしい。10秒。あー、ちょっ、ざ、え、あー、ダメだ、わかんねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、わかんないどうしよう、ダメだ、今のは。多分どうにもならん。あー、ちょっと待って、今時間なくてやっちゃっただけで何にもなってないな、きっとこれ。ちょっ、あー、時間切れ。はい、ということで、まあ、今回はやられちゃいましたね。あとでと。なるほど。はい、ということで、まあ、今回ね、これでちょっと終わりにしようと思いますが、ちょっとね、動画的にはね、毎日投稿自体は途切れてないから、ちょっとわかんないと思うんですが、まあ、こっちを見るとわかるのが、実はね、12日ぶりの将棋ウォーズと、なっておりますということで、まあ、ちょっとね、2週間は空いてないんだけど、結構空いちゃったので、まあ、始めたてでね、ずっと立て続けにやってる間は、なんとなくね、だんだん慣れていったんだけど、短期間でね、身につけたものはね、抜けやすいというか、ちょっと2週間弱空いてしまったので、ま、いろいろあって、ちょっとね、また、なんか、前よりね、前に、なんて言うんだろうな、ちょっと気力的に後退している可能性もあるんですが、まあ、ちょっとね、また、ぼちぼちやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。